道人身事故ニュース速報です。2022年5月29日11時9分頃、名鉄甲和線の千田竹豊駅付近駅で人身事故が発生した模様です。名鉄千田新線での人身事故は今年1件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。